推薦人名簿があるわけですから、それまずないというか、これ読み取るんですよ。すいません、カンボジアの大塚さん、すみません、さん、どこで どんな表現をされたのか、ちょっと世代からこう承知しておらないわけなんですけれども、内閣におきましては、まあ、取りまとめの文書につきましては、ご承知のとおり、すでに廃棄、一時離脱ということで、で各部局、各部局につきましてはですね、それぞれのその保存期間に応じて、保存をしているというところが、速やかに37部局で出してください、ね、メディアの皆さん、こんなこと1週間ずっとやってる人いるんですよ、こんな簡単なやり取りを出してください、ね、そしたら内閣府だってもう全部取ったんじゃないですか、はい、おかげで、奥野さん、進めてください。